こんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。さて今日はね、納豆のパスタ作りますね。材料こちらです。で、納豆キナーゼとオリーブオイルがとても相性がいいそうです。なんでオリーブオイルも使います。あと、まあ、具としてイカ、それから梅干しと大葉ですね。あとはちょっとコクを出すのにバターとか、まあ、ネギとか海苔とか使って、まあ、和風に仕上げたいと思います。では作ってまいりましょう。
はい、では今作った納豆パスタいきますけども、今日はスパークリングワイン、スペイン産です。開けてみようかな。お、いい音。はい、サルテー。では、いただきます。はい、さてどうでしょうかね。あ、素材はとってもシンプルです。うん、おいしい、うん、ガーリックオイルと納豆すごい合いますね。そんで、まあ、シソとかイカとかネギもすごい脇役としてバッチリ。うん、ごちそうさまでした。さて今日の点は何点でしたでしょうか。あ、そうですか。その心は、うん、はい、あ、なるほどですね。はい、あ、重々させております。実はね、今日はちょっと失敗がありましてね、途中で作り直してます、実は。で、何が失敗かというと、ポイントは3つ。1つ目は納豆を混ぜるときに具を全部最初入れて混ぜちゃうと、これダメなんですってね。あの、納豆は何も入れずに納豆だけで100回混ぜると、それからタレとかを投入するようにっていう、あの、なってます。が、2つ目はネギが大きすぎなんで、ネギもう1回細かく刻み直しました。から最後の3つ目が、あれですね、ちょっと味が足んなくって、最後なんか深みが足んないなと思って白だしを追加したことですね。これ最初にやっぱり溶かなきゃダメです。ということで、まあ、これ3点ずつマイナスポイントということで、今日は91点いただきました。ありがとうございました。まあでもね、本当美味しかったよね。また作ります。では今日はこんなところで、チャオチャオ、またね、チャオ。